どうする雨や。雨止んでない系？降っとる系。降ってんな。だいぶ降ってるぞこれ。寒いな。じゃあまず体験談だけ読みましょうか。お、まず体験談。まあ噂。噂は信用したらかんすよ皆さん。三島池、米原市にある貯水池。貯水池。池のほとりにその三島神社があり、真夜中に神社の階段の前で三島池の方を振り返ると、うん、池の水面に女の霊が立っているのだという。また階段を上るにつれこの女の霊は近づいてくるとも言われている。人柱の方が、平安時代の末期にこの辺りで干ばつが起きて、このでかい池、三島池の水が全部なくなってしまった。その際に祈祷師に占ってもらうと、人柱を立てれば水は枯れることはないというお告げを受ける。祈祷師って嘘つき多いね。人柱になった人がその、うん、偶然村人が人柱の話をしているのが耳に入った、うん、これを聞いたその旗を折っていた女の人、うん、その干ばつが起きたってその祈祷師に依頼した人のその、うん、乳母にあたる人が、うん、その人柱の話を聞いた日の夜のうちに、うん、もう人知れずに池に身を投げ、うん、自ら人柱となったっていう、 誰からも相談せず勝手に人柱になったというね、うん、これ以降水これ自殺じゃないのそれ今で言う見方によっては本当。これ以来池の水が枯れることはなく、今でも小雨が降る夜は池の中から旗織りの音が聞こえるそうだ。なるほど、だから雨が降ってるんだな今。旗織りの音が聞こえるんやね。小雨の降る夜は池の中から旗織りの音が聞こえるそうだ。水の中ってただでしたら音伝わりにくいのに。っていうか旗壊れへん。折るのもう千年以上折られてるよ。カッコンカッコン。重たくね。じゃあ、視聴者さん本当にねまた「ガセネタ」でもガセネタかなここも。だって俺今ずっと探ってるけどさ、うん、池方面に女の人の気配なし。その自殺した人も嘘っぽいもん。ああどこ探したってその自殺したっていうか飛び込んだ映像何年前か知らんけど、まあ俺何百年前のやつまで探ってるけど自殺した人いねえぞここでなんか上がったっていう記事ある？平安時代の末期としか書かれてない。時代が書かれてないですよね。平安の末期ってそれ誰が伝えたんや。そのこの令和4年まで全くて感じられないんだよ。平安時代が794年に始まって1185年に終わってるから、うん、まあざっくり185年、1185年、900年ぐらい前。もっと先なのかな。俺戦国どころじゃないねちょっと待て、いけないぞ。根底から崩れる。あれ、水たまりっぽいものが見えるけど、こんなにでかくないぞ。それはその水たまりは人が溺れてるっていうか、その人柱になれるぐらいのサイズはあるの？ない。あ？干ばつが起きた頃だから水がっちゃダメなのか？あれ？これ違うぞ、絶対あれここ水じゃないぞ。いや、わからん、俺が見間違えとんのかな。いや、今探ってるんやけど心霊が探れないから探れないんだけどさ。あ、確かにここにおる心霊で一番新しいのって言ったら昭和だもん。昭和の初期だもん。昭和の初期でこんなでかい池見えないぞじゃあ皆さん行こうでも早いかな、まだ時間。
雨止みましたが、うん、旗織りの音はどこだーって。はい、では皆さん、体感温度0度ね、え、2度ぐらいあるよ。な、何の声？鳥？何ピュー？何ピュー？スバメかツルと鳴き声か。シラサギとかあの辺じゃないの？いっぱい空飛んどったやつ。飛んでっとるやん。ミュウミュウ。肩折りの音じゃないっすよね。さあ、ね。神社巡り大好き。では皆さん、少しの間お付き合いお願いします。あなたの声より鳥の声の方がやかましいんだよな。ここはここで三島神社でかい、いいとこですね。はい、そうですね、ここは三島神社になっております。皆さん、天国から帰ってきました。では行きましょう。不謹慎なんだよな。ここは、三島神社ですね。本当に、階段急です。この階段を上りながら振り向くと女の人の霊が池に移るのか。振り向けば君がいる。まあ俺は放っておいてもらって。いやーいやー、どれ、低いとこから見るね。ごめんなさい、暗くて何も見えないんですけど。あん。暗くてでしょ、何も見えませんけど。これでどうやって見えたんでしょう。え、真面目な話、池見えなくね、そもそも。あ、池見えなくないだろ、言っただろ。ようわからん。うん、え、階段を上ってさらに振り、ん、階段を上ると女の霊が近づいてくる。よし、上の方まで行くぞよ。誰か近づいてきてます。木が邪魔で池が見えません。だよね。誰かこういうデモを流すか知らんけどな。あれ？あれ？ん？神は感じない。カキ？神か。神を感じない。あれ？お賽銭箱もないっすな。いや、そういう問題じゃないって。なんか何か見える？あれ？何もない。何か違和感ございますか？違和感ある。お邪魔しております。ご迷惑をおかけしております。ふむ。おかしい。声が聞こえてる。
その声は女の人、男の人？ちょっとあっちの方をちょっと電気つく試して。こんな感じでよろしいか。うん、もっと近寄ります。ねえ、死ねって聞こえない？敵バチバチでくさ、聞こえてないな。話しかけてみよう。あ、何かいるなら反応してください。ラッポンでもいいです。これ以上立ち去れならラッポンだけでもいいから構いません。何かの反応を見せてください。今のはそうですか？来たね。今のはそうですか？こっちの方で何か音が鳴りましたけれども。鳴りましたね。反応しましたね。これ以上立ち去るべきなんでしょうか、私たちは。何かの反応で教えてください。音でも構いません。ご迷惑でしょうか。何かご迷惑をかけておりますでしょうか。何かがいるのは分かる。何かがおる。すげえ。何かがいる。触っちゃいけないの触っとる香り。おっと。体が寒い、体が冷える。何かご迷惑をかけておりますならすみません。何か反応してください。口から落としたね。なんかトンという音がしましたね。なんだこの本殿なのか、この真ん中の建物なのか、もっと外側なのか、なんか目星つきます？目星つけれるっつって、目星つけれるな。やべえ、この上におるんて、あの上と。屋根の上って思った方がいいの？屋根のこの軒下っていうのが、おっと、思った以上に近くにいる。うん、近づいてきてるんだよ。これオーブどころのサービスじゃねえぞ。これオーブなんか一個もつらんもん、こんなとこ。神がいないような気がするんだけどな、でもここちょっと後ろ下がるか。階段のあったとこ。神おるのここ。さあ、その辺調べてないのよ、なんとも。良くない気配。
メラに映らないんだ、雨が。ほう。普通だったら映るやん、雨が。このぐらいの雨だったら、うんうんうん、雨が一滴も映らねえって。まあだいぶ雨やんちゃっちゃやんだ、やんでますからね。前の小雨の時でもオーブと間違えるぐらいのやつは映るやん。うんうんうん、だから来てみ、ほんと来て。本当に、こうやろう。ほら。あ？あれ？ちょっと待って。ちょっと、どうやって見るんやったら、え、画像。あれ？ほう。もやだね。はい、ちょ、たい！あらら。もやか。顔だな、完全に中におるな。あ、この人か、多分。じゃあここにほら、ここにおる、これこれ。見づらいので後でチェックしましょう、私は。撤退ですか。あー、ふらふら、あー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 、やべ、あー、くそ、ふらっとするああ、フラッとした。ああ、怖っ。ちょっと待って、ちょっと待って。広い足場に戻り、行きなさい。はい、手すり掴んで一回もう帰りましょう。うわあ、フラッと来る。ああ、なんだろうこれ。なんだろう、何変なめまいがしてきた今。なんだこれ。ちょっと待って、タンマ。タンマだ。ちょっと待カッチャンダウン。ああ、くそ。話聞ける状態？うん、いや大丈夫大丈夫。あそこ赤い。憑依しようとしやがって、クソ。このあなたに？俺の体に入ろうとしやがって、クソ。大丈夫今。畜生。ああ、クソ。体に入ろうとしやがっている。ちょっと待ってな。ああ、それは撤退でも何でもな、あの撤退できねえ。おっと、うーん、走る勇気がない。階段だしな。息苦しい。くっそ。除霊ができない。まただ。除霊ができない。マジか、そんなイレギュラーが。ああ、畜生、どこにいるんやろ、これが。フラッシュなのに白黒で映るっていうのがわからないんだけど、白黒なのかな。もやの真っ只中っていうことでは。でもな、久しぶりに腹が困る。どっかにおるはず、どっかにおるはず。そっち側方面なのですか。今こっちに来てるんだ。さっきのラップ音がもうだいぶやばい警戒音ってことですかね。じゃあ、うん、邪魔なんだろうな。違うな。階段降りるな。ちょっと待てよ。くそ。負けてたまるかお前らみたいなやつに。負けるか、畜生ったれ。
時間かかるな、畜生。頭痛い。先降り、降りや、降りや。大丈夫、あなた階段一人で降りて大丈夫、それも不安なんだけど。でもなんか写真撮ってさ。先に降りといた方がいい系ですか、これは。一人撤退してた方が。だっても騒いでまいりました。さっきのめまいは怖えな。手すり掴んで冷たい、安全に降りてください。ああ、そういう神社的な相性もあるのか。そうだ、前に映ったのは女の人やねんな。俺たちマスクしてるから息は出ねえでな。そうですね。ましてやあなたは俺の範囲にいなかったでよ。うん、ほら真っ暗なんだって。それは喜ばしくない証拠っていうことかな。うん、絶対映らさせたくないものがおるんだ。あ、今こっち光走ったね。ライトつけてないでしょ。はい。な、違うな。目で見えちゃう。今ここをスーッとこういうふうに入っていったね。今何やった。目の錯覚かな。なわけにはな、しっかり見えたよな俺には。電気つけてないもんな。はい、つけてないです。寒いで見えないでしょ。低血圧かな俺。糖分足りんのかな。それで済めば良いけども、もやも散ってんだよな、ね、あなた以上にすごい今すごい寒いのよ。でしょうね。うん、あなた以上に来とるのに。もうね、今ね、自分と自分がいないやつが体におるって感じなの。皆さん分かるかなこの気持ち。あのね、自分の脳みそと自分の脳みそじゃないものが2つあるような、自分と自分の違うものに、多重性人格症のような感覚。おー、分からんだろうな。すげえイライラするっていう人、今ものすげえイライラしてるもん俺。もう無意識見とるだけでもイライラするって感覚。今俺イライラしちゃう、俺じゃない俺がイライラしてる。ああ、さっきのモヤの方が、うん、多分な。これすいませんね。ああこれすいませんね。芝居じゃないですから俺。マジ今やべっす。酒飲んだような気分。すげえなんか変なフラフラしてくる。まだ車の中に入るのは危険なの。わかった。なんてか。ん？はい。カメラで撮れんかな、俺を。俺を撮ってほしい。なんかおる？あなたから見て左上？うん。かな。なんか今白い点映ったけど。オーブ。この辺だ。この辺？で
今撮った1枚がこんなの映りましたけど大丈夫か。白いもやだね。撤退です。完全俺囲まれてる。ここにあ、勝利者出た。あ、よかった。俺分かった。はい。なんでフラフラしながら横に池に俺囲まれそうな気分やったんだ。ああ、なるほど。だって俺どこっちにこっちに来るんだ。どうしてもこういう風に。なるほど。俺が備えとけばいいねんな。撤退しよう。ちょっと撤退。ちょっと距離離しましょうか。これは。やばい。俺がやだ。ああ、なるほどな。池に引き込めようとして、俺を落とそうとしたみたいな。クソ、どれでなんか知らんけど、池の方へ足が勝手に行くような気がして。ああ、ちょっと慣れよう、はい、こんばんは、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。すいません、俺百戦錬磨って言ったのは冗談です。負けました。完全に入ってくるところまで想定外だった。想定外。何かがおるって言ってポッポンって音がしたやん。はい。2回目からもう2回目の音をしてからちょっと自分が自分じゃないやつがおるっていうのに気づいた。すげえイライラした。なんかものすげえイライラした。なんかどつき回したいぐらいイライラした。お俺ではない俺がおった。めまいしたのは初めてだな。あそこに、ね、なんなのだって俺心霊スポットとかああいうとこで寝たことねえもん。うん、寝転がったの初めて見て、あ、これ本当にやべえやつだって思った。今あんな寒い時にあんな冷たいとこ寝たくねえもん。そうですよ、さん、これが演技だと思ったらなんていうの、俺役者になります。無理だよこんな演技は。我々のチャンネルであんな濡れたとこに、俺は冷たくて濡れたとこに寝たくないっす。冷たいはちゃんと感覚あるんだね。感覚あるね。だけどね、自分の中に自分と違うやつと自分が喋っとるね。頭の中で出てけっていう自分と、うん、おろうとするその格闘があるんやって。そうするときにたまにめまいがするんだわ。まあまあまあ、うん、走りながら行こうか。じゃあ暗いか。まあ暗いね。まあいいか。こっち向ける。うん、うん、いいよ。どっちでもいいよ俺。いやー、悔しい、負けた俺。初めてやん、あんな俺ノックダウンされたの。やられたTKO やな。テクニカルドッグアウト。いやー、まさかあんなきついのを表示するとは思わんかった。うかつやった、本当にうかつやった俺。トンネルで 100% 開いたでかな俺。ああ、そう、それはちょっと思った。一回なんかこっち右、はい、右で一回なんかそのね、霊感の蛇口前回に開かせたのがまずかったんかなって思いながら。前回に開いたのが残るかな、やっぱ。強敵だぞ、こいつら。胸が痛い。痛いよ。普段から神社にいる霊ってことですか？違う。池？池でもないぞ。おっと、どこだ？皆さん、今日は本当お見苦しい点をどうもすみません。本当に申し訳ないです。TKO です。今日充実しとんね、あなた。楽しいな。心霊これだからやめられんねやな。普通の一般人がいけない境地なんだよ。そうそう、一般の人には絶対味わえられないものが今俺今味わっとる状況です。本当にね、これだけはね、みんな味わわん方がいいと思います。意志が弱いと本当に今日みたいに一気に池に持ってかれますから。かといって皆さん、あそこの神社が心霊スポットではないことだけは言っときます。ああ、うん、これは違いますから。本当に全然違う。これは僕が悪いだけですから。あなたがその余計なところで霊感全開にしたりと
そう、はっちゃけた結果っていうのかな、はっちゃけた結果、ちょっと遊び度が過ぎたって思ってくれればいいです。あそこ あの三島神社が心霊スポット、池が心霊スポットではないっていうことだけは言っておきます。そこに霊がおるかって言ったら いないです。まあその普通に自爆霊とかそういう霊の中の一体が僕に喧嘩をしてきたっていう、憑依しようとしてどっかに行こうとしたっていう、池に呼び込もうとする、そういうまあいたずら好きな人が来たと思ってくれればいいです。かとだから皆さん誤解しないでください。あそこが心霊スポットって言って僕は一言も言ってませんから。まあ確かに心霊スポットかどうかを検証しようっていう体で来たから、うん、心霊スポットではありません。でかといってトンネルも心霊スポットではありません。それだけ言ってきます。ただ自分がお遊びを度が過ぎたっていうだけのことです。死ねっていう時に帰ればよかったんです。ことと、あちょっと度が過ぎてちょっとね、やっぱいいものを取ろう、何か取りたいっていうねものがあったために、自分の何やろ隙間に入られたと思えばいいです。そう思ってくれればいいです。流しといてね。はい、ここ流すよ、そりゃ。